誰かのためなの。石橋さんすごい。分かっているのに。石橋さん先生。お前は。破れてますし、誰が破れた？石橋さんが破れてんのは膨らんでなくて、姉妹さんが全然敬意を待たずに破裂させてしまいました。だからさ、姉妹お前最初から頭さん、それ悪いわ、悪いわ、全然へこまへんのか。空気漏れないんすね。しっかり入ってるからや。刺さないで、下本選手が下がるみたいな、そんなないですから。え、しばねえ。もう早すぎました。いや、早すぎますよ。息が入れすぎやで。あの、ウルトラソウル、パン。よろしいですか。それでは、ご覧ください。ゴムトラソウル。どれだけ頑張らい、誰かのためなの。あ、いいっすよ、皆さん。分かっているのに、思いは揺らぐ。波多間さん、めっちゃ膨らんで、石橋さん膨らんでます。この風邪ばかりに気を取られ、この時を楽しめない、めまい、夢じゃない、あれもこれも、そしてドアを開けましょう。皆さん膨らんでますよ。ゆくゆくが欲しいのなら、そして輝くウルトラソウル。まあいいでしょう、成功。いやいやいや、よかったっすよ。ちょっと姉妹さん、あの忍びのものみたいな、忍びがつけてるやつみたいになってます。